ちょっと和やかに行きます。はい、はい、失礼します。特色を生かしたですね、おもてなしも含めてやっていきましょうというのを、県内の全部の25市町村で、市町でですね、やらせていただいています。地政川温泉と、島根県の日の上温泉、あと、佐賀県の嬉野温泉が、日本三大日向の湯で、こちらと、あとお寺の番那寺ですね、足利氏ゆかりということで、本堂が国宝に認定されております。場所紹介としましては、自然豊かで、文化触れる場所ということで、中川町内でありますので、ぜひこちらを見に来ていただけるとありがとうございます。こちらのイベントは、宇都宮餃子だけでなく、全国の餃子を集めて食べ比べができるイベントとなっておりまして、昨年は15万人の来場を抑えて、今年も多くの方にお越しいただけるではないかと思います。海外外交官の方がたくさんそういった形の別荘を作っていただいたという経緯もございましてですね、春の栃木は県内各地で美しい花々、美味しいグルメ、温泉などこの時期ならではのひとときをお過ごしいただけます。ぜひこの訪問来栃木パスポートと一緒に栃木県をお得に楽しく旅してみてはいかがでしょうか。もう一回お願いしますね。はい、